178番です。まずスイッチ S が開いている場合、こういう絵になります。真ん中の 24V、40Ω 関係ありません。これ回路ではありませんので、ここは崖があって、崖が崩れていて、1箇所が寸断されていますから、ここも通りません。電流は通りません。この電池から電流が送り出されることもありません。帰ってこれませんから送り出されません。ここは関係ない回路になっています。この回路は電池抵抗抵抗の直列回路ですから、もうこんなふうに考えてもらって、R1 と R2 が2箇所通りにくい場所がある、こういう回路と思ってもらったらいいわけですね。1番は電流ですから、V イコール IR に代入しましょう。I を求めましょう。V 電池は 12V です。I が分かりません。R は2つの合成ですから、40と160で200オームです。ゆえに I は200分の12、0.06 アンペアとなります。2番です。R1 と R3 で消費される電力というのは IV ですが、I と R が分かっていますので、V をオームの法則で IR と置き換えると、I 次乗 R でも求まります。ここ、I 次乗 R は 0.06 の2乗かける R、40が、ここの消費電力です。こちら側は 0.06 の2乗かける160です。これ合計すると、0.72W になります。はい、今度はスイッチを閉じました。こうなると、もうキルヒホフしか使えません。基本的なコースでいきます。電池マンの玄関から一周回ってきます。これを式にしましょう。それからもう一コースは、こちら側の電池マンの家から一周回ってきましょう。これを式にしましょう。置き方はここを流れている電流、右へ流れていると仮定して、こちらが上、こちらが下の階段と仮定して X アンペア、この階段も右へ流れていると仮定して、こちらが上、こちらが下の階段として Y アンペア、ここで X と上からの X と左からの Y が合流して、ここを流れていく電流は左向きにX プラス Y アンペアと仮定します。この向きについては反対向きに置いてしまっても答えが教えてくれますから気にしなくて結構です。では赤コースの式を作りましょう。赤コース、電池マンの家の玄関は標高0メートルです。階段、エレベーターを上がってマイナス側からプラス側に12ボルト上がります。12メートル上がります。階段を上から下に降ります。マイナス、この落差 V は IR です。 I は X と置きました。 R は40ですから 40X 下りました、マイナスです。平地を歩いていくと、また階段が上から下に、電流が流れていく向きに下向きに、IR、 I が X プラス Y、 R が160下りました。平地を歩いていくと、元の場所に戻りました。これが一番の式です。次は、青コースを式にしましょう。電池マンの家の玄関0メートルです。この家、標高高いですね。屋上まで24ボルト上がります。階段を下りました。IR、40Y 下ります。平地を歩いて階段を下ります。160R ですね。I ですね。下りました。平地を歩いていくと、玄関に戻りました。これが2式です。2式を整理して、X と Y を求めましょう。はい、こんな式になりました。1式、2式から XY を求めます。1式を2倍しましょう。6-100X、-80Y、イコール0です。2式を5倍しましょう。15-100X、-125Y。イコール0。変引きます。X が消えます。-9 イコール45。-9 -45Y イコール0です。Y は -0.2 アンペアとなります。つまり、ここを
Y はプラス 0.2 アンペアです。ここプラスですね。ごめんなさい。ここプラスですので、プラス 0.2 アンペアになります。これは 0.2 アンペアになりました。この答えを、ここに代入しましょう。Y。そうすると、3-20x-5=0。-20x は2になります。つまり、x は -0.1 になりました。つまり、ここは -0.1 ですよということは、向きが左の間違いですよと。左向きに 0.1 アンペアですよ。これ間違ってますよということを教えてくれています。この電池は電流が逆流しているわけですね。